はい。皆さん、こんにちは。J と申します。今日はですね、定期テスト対策、図書風の忍に職衆に行く、解説していきたいと思います。注意として、カムはですね、教科書によって送り仮名、帰り点、表記がいろいろ異なったりすることがありますので、教科書の方にね、皆さんお持ちの教科書の方に合わせてください。では行きましょう。上欠ですね。お城の門という感じですね。 ほせられという風になってますね。ここは、受け身という風に送り仮名を振ってつけてる感じですね。で、三心にという風な目的語がついてると。上血三心にほせられですね。 別れの地の長安のことを言ってるんですけども長安の縄文はですね、えー、三神の地によって守られているというふうに始まっている形ですねこのね三神というのは神が滅んだ時に三国にね分割されたことによる長安の付近一帯のことを指していますで、えー、干せられというのは、まあ、支えられてるとか守られているとかそういう意味で使っていく言葉ですね はい。そして、封縁。これがまたね、えー、主語になってます。 望むですね。で、しんをというふうに目的語になってると。ここね、帰り点の場所と帰り点の同じ種類使ってますよね。2、1っていうふうに。こういうふうに同じような帰り点使ってる。そして3とか5っていうね、数字も並んでる。こういうふうに文の構造というのが同じようになっているものを漢文では追句というふうに言います。だから、ここね、上血、封縁というふうになっているこの1句目と2句目。ここはですね、追空。 という「風縁」というものが「五神を望む」という感じになってますけども「え風縁」がというかね、まあ、この「風縁」というのは一体何かというと「風に流れている霞」という感じなんですけどももやっとしてる感じなんでしょうね。その彼方にという感じですね。まあ、守護というふうにとってますけども実際に望んでるというのははるかに見えますよねっていう感じですね。あなたのの行く、 つの渡し場船の渡し場ですねが望める見えるなという話になってます。で1句目と2句目のポイントはもう一つ何かっていうとさっきのね「追句」っていうところから考えてもこのね別れの地になる長安と実際にねこの職へ向かっていくというねその赴任先の職についてのことを書いてるというねスタートとゴールみたいな感じで追句になってるというのも一つのポイントになります。 で、君と離別の意というふうになってますね。あなたと離別するその気持ちという感じですね。あなたと離別するその気持ちというのは、うん、同じくこれ、勧誘の人というふうになってます。 同じくこれ勧誘の人ですね。役人として故郷を離れている私もあなたと同じなのだという感じですね。ま、だ実際にこの詩を作っている人もですね、同じように役人なんだということがちょっと見えてくる感じですね。 ちなみに、この漢詞はですね、ハックから構成されてます。で、まあ、五言立詩と呼ばれる漢詞になってるんですけども、基本ね、漢詞出てきた場合というのは、偶数九末のところっていうのが陰を踏みます。特に五言の場合っていうのは偶数九末、2468の一番句の末尾がですね、音読みにすると同じような読み方になるから陰になるという感じなんですよね。例えば、真ですよね、肉目。 そして4句目、陣ですよね。心、人っていうね、どっちも陰という風になってますよね。陰を踏んでます。なんですけども、本当はね、えー、これ、偶数九末だけという形なんですけども、1句目もですね、んという風になってるので、1句目もこれ、陰を踏んでるなというのがわかるわけですね。んじんという形です。そして後半ですね、海外。 というのは、えー、天下のことを表すんですけども、損せばというふうに、ちょっと家庭的な感じになってますね。存在するならばという感じでしょうか。で、何がかなっていうと、後ろが主語になっているという形かな。地を損せばというふうになってます。海外、地球を損せば。どういう意味かっていうと、この天下、世界中に自分の理解者がいればという感じですね。天外、 五都市、何々のようだ。そして、麒林の五都市というふうになってますね。うん。これも同じような文の構造になってますよね。帰り点のどちらも2、1を使ってて、同じような場所に振られているというふうに考えてあげると、天外麒林の五都市という、このね、六目もですね、五目と六目っていうのも、これまた、あ、追句になってるなというのがわかると思います。 天の果てほど離れていてもですね、隣近所にいるようだというふうにね、役、えー、を作っていきます。天外非隣のごしですね。寂しくなんてないというふうな気持ちをですね、表現しているところになります。ちなみに6句目も隣になってますよね。陰っていう言葉、音でね、陰、えー、をまた踏んでます。はい、そして、なかれ。 してはいけないという感じかな。なすなかれ、してはいけませんよと。で、何をかなっていう風な話なんですけども、ありて、何があるのかなっていうと、帰路にありてという風になります。なすなかれ、帰路にありてですね。やめようという風になってます。この分かれ道にあってですね。まあ、お互い二人が分かれていくという分かれ道のことを言ってるんでしょうね。次女のごとく。 共に潤すですね。金を、まあ、ハンカチを涙で濡らすみたいな意味ですね。次女のごとく、共に金を潤すをというふうになっています。 子供のように涙でハンカチを濡らすようなことはやめておこうというふうな感じになってるんですね。まあ7組目と8組目がそれぞれ、まあちょっとセットになっているという感じかなと思いますが、まあ大きな意味としてはね、まあさっきね、天外非輪のごとしというふうに言ったものの、やっぱり やっぱり泣きそうなほど寂しい悲しいことだよねというふうにこの7句目8句目っていうので表現しているという関心になってます。で、まあ、形、形式としてはね、五言立詞になってて八句ですよと。だから因としては1句目の真そして2句目の真ですね。で、4句目の詩、で、6句目の輪。 で最後の金というふうにね基本は偶数九末を押さえていくという感じになるんですけども本日は1句目のね芯というのもまあ、陰を踏んでるなという形になってます。はいということで基本的にはですねこの漢視五言立詩になってるのでハックで構成されてます。でそのハックで構成されてる中で1句目と2句目が追句になってるのでここはセットで捉えてあげようと。で5句目と6目っていうのも追句になってる のでここもセットで捉えてあげようと。あなたがいる、私のことを理解してくれるあなたがいれば、天外非倫のようなものですよと。たとえ天地のようにね、もう天の果て、めちゃくちゃ遠く離れていても、まるで隣にいるようなものなのだというふうなね、役を作ってあげればいいんじゃないかなと思います。 はい。ということで、ちょっとね、緑で変えてる部分というのは、問題で出題されそうだなというふうに予想しているので、チェックしっかりしておいてほしいなと思います。ということで、定期テスト対策として、と、勝負の任に職種に行くという漢詩を解説させていただきました。皆さん、テスト勉強の方、頑張ってください。古文はエンタメだぜ。テスト勉強、頑張ってね。